水害や土砂災害を最小限に抑え、私たちの暮らしを守るために必要なことは何でしょうか。一つは、川から水があふれないように堤防を整備したり、川に流れる水を増やすために川を広げたり、川底を掘って川に流れる水量を増やします。またダムなどによって洪水を調節するなどのハード対策を行うことです。もう一つは、災害が起きる前に避難をするため、地域のハザードマップや避難情報を提供するなどのソフト対策です。防災・減災にはこれらのハードとソフトが一体となった取り組みが必要です。また私たち自身が身を守る、助け合う、行政機関などによる支援を受けるといった自助・共助・公助が大切です。災害への備えを調べ、考えてみましょう。